頬杖つきながらあくびを繰り返す日々に少しずつ慣れてゆき、いくつもの朝が過ぎてく。日差しが強まり光の筋の真ん中に自分で選び掴み取れる痛みとか希望という名の何かが瞬いて、あの夏の隠れ家は騒がしく何も知らぬ僕たちをただ静かに佇み、世界の外側いざなういつの間に走り出す答えはまだ見つからないけれど、ライザのアトリエ3、終わりの錬金術師と秘密の鍵。こんなに大きな鉱山があるなら鉱石取り放題よね。どれにしようかな。入れる場所は、入れる場所は、入れる場所は、何入れようかな。どこに入れよう。ちょっと効果を変えちゃおうかな。
何入れようかな。どこに入れよう。材料は、なんか変わるかも。入れる場所は、何入れようかな。どこに入れよう。何入れようかな。入れる場所は、何入れようかな。入れる場所は、入れる場所は、材料は、入れる場所は、何入れようかな。何入れようかな。どこに入れよう。材料はレベルアップ。何入れようかな。考えすぎかな。鍵の出番ね。入れる場所は、材料は、材料は、レベルアップ。入れる場所は、材料は、レベルアップ。材料は、何入れようかな。こんな感じかな。よーし、行け。これも再利用よね。
最終格よーし、行け！うん、できた！必要なのは作っとこうかな。たくさん作っとこうかな。作ろうかな。たくさん作っとこうかな。よし、行け！必要なのはたくさん作っとこうかな。たくさん作っとこうかな。よし、行け！必要なのは。くらい作ろうかな。よし、完璧完璧。必要なのは
さん作っとこうかな。よし、完璧完璧。必要なのは、どのくらい作ろうかな。どれにしようかな。何入れようかな。入れる場所は何入れようかな。鍵の出番ね。
鍵の力期待してるよ。入れる場所は材料は、入れる場所は材料は、マテリアル缶開放。材料はどこに、材料は、どこに入れよう。何入れようかな。どれにしようかな。よし、行け。何作ろうかな。入れる場所は、何入れようかな。レベルアップ。何入れようかな。入れる場所は考えすぎかな。材料は、考えすぎかな。何作ろうかな。まだまだすごくなるかも。マテリアル缶開放。レベルアップ。どこに入れよう。よし、行け。どれにしようかな。どこに入れよう。レベルアップ。材料は、入れる場所は、まだまだすごくなるかも。入れる場所は、どこに入れよう。ちょっと効果を変えちゃおうかな。
して、はい、今だ。入れる場所は、入れる場所は、レベルアップ、マテリアル感解放。こんな感じかな、こんな感じかな。よし、いけ。どれにしようかな。レベルアップ、レベルアップ。どこに、入れる場所はどこに入れよう。こんな、よし、いけ。何作ろうかな。レベルアップ。入れる場所は、材料は、まだまだすごくなるかも。レベルアップ、マテリアル感解放。どれにしようかな。よし、いけ。何作ろうかな。入れる場所はどこに入れよう。何入れようかな。鍵の出番ね。鍵の力、期待してるよ。何入れようかな。何入れようかな。入れる場所は、材料は、入れる場所は、材料は、材料は、入れる場所は、
何入れようかな。まだまだすごくなるかも。入れる場所はどれにしようかな。こんな感じかな。よし、行け。どれにしようかな。どう強くしよう。よし、行け。うん、できた。必要なのは たくさん作っとこうかな。よし、完璧完璧。どれにしようかな。何入れようかな。何入れようかな。材料は入れる場所は何入れようかな。鍵の出番ね。入れる場所は材料は材料は どこに入れよう。何入れようかな。材料は入れる場所は
感じじゃない？よし、行け！何作ろうかな。何入れようかな。どこに入れよう。何作ろうかな。何入れようかな。材料は、材料はまだまだすごくなるかも。入れる場所は。入れる場所は、どこに入れよう。入れる場所、材料は、何入れようかな。レベルアップ。材料は、鍵の出番ね。鍵の力期待してるよ。何入れようかな。入れよう。いい感じじゃない？よし、行け！何作ろうかな？入れる場所は、入れる場所は、
入れる場所は、材料は、レベルアップ。何入れようかな。入れる場所は、材料は、入れる場所は、入れる場所は、何入れようかな。入れる、何入れようかな。鍵の出番ね。鍵の力、期待してるよ。こんな感じかな。よし、行け。何作ろうかな。いつまで休む。休憩は終わりだ。出るぞ。
困ってるみたいだな。僕たちの出番だね。ここがいい。すげえ鉱山だ。これだけ豊富な採掘資源があるってのは少し羨ましいな。
今使うべき鍵を共に切り開きましょう。リア、無理しちゃダメよ。鍵の力をまとい試験、見せてあげるわ。ここなら開けるよ。もう行けないでしょ。頼むパティ、お願いしていいか。問題はありませんでしたね。問題ない。素材集め。終わったな。王国に行こうぜ。ライザなら有効活用してくれるよね。どうですか？問題なさそうですか？とりあえず集めておくか。戦ってみる？お、敵だ。さっさと倒そう。ここがセロだね。剣の前から逃げられる。この敵隙だらけで仕方ないパティ。一気に畳みかけましょう。そこよ、パティ。そこも切り裂きます。剣に炎を。こっちのを倒しました。あなたからは逃げられない。いいね、パティ。こいつでどうだ。頼むパティ、お願いしていいか。中心が開けよ。終わりです。燃えちゃ、よし、今ならいけそう。せい、やったね、カイザ。中心が開いてる。終わりです。炎の結果見せてあげよう。おりゃ、これで仕留める。風、今日も頼むぞ。よっしゃ、今ならこいつ弱っちいぞ。そこ、リア、ガンガンダメよ。雨からは逃げられない。
ダメだ、パティ、お願いしていいか。パティ、しっかり腕についてこいよ。私の剣からは逃れられない。燃え上がれ。これで決めます。奥義ルミナイトイグニス。仕留める。風、今日も頼むぞ。よし、こっちのは倒した。俺が突っ込む。ミオン、いい感じだぜ。わかった、パティ。私が行くよ、俺に任せろ。今使うべきものは、キル、そこも、キル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 、まだ行けそう。やったね、ライザー。風、今日も頼むぞ。あの、今なら鍵を作れるんじゃないですか。しゃ、中心が空いてる。この番振るわよ。よし、私が行くよ。やってやろう、クラウディア。今使うべき。リアン君、一緒に頑張ろう。鍵の力よ、我が剣に宿れ。ここなら、さあ、捨てれないでしょ。急走狙って、キル。これを防げる。風はオノの友達だ。任せろ、俺が突っ込む。分かった、パチ。今なら鍵を助けるんじゃないですか。やるよ、これで決める。それ突撃だ。それそれそれ、お次はこれでいけ。よし、今だ。そりゃ力を一つに。ボトンクエーサー。これでおしまい。私たちの勝ちだね。まだまだ強くなれそうね。強くなっちゃったみたい。強くなれたみたいだ。ちゃあ、いいもの手に入るかな。さあさあ、集めちゃいましょうね。集めておこう。チヤはかさばるし、どうだ、重たいんだよな。こういうのは俺に任せてくれ。俺も使えるのか。用途に使えます。集めておきましょう。それ。
この前フェデリーカにお菓子屋さんを案内してもらったんです。あれあれ、随分と仲良しになってるね。敵です、気をつけて。やりました、頼んでいいか。これは勝ち。よっ、風はオノの友達だ。これを受けて平気でいられる。この敵隙だらけです。任せろライザネ、一気に畳みかけましょう。そう、連続大丈夫か。任せディアン、タオルお願いできる。抜刀術の極致を。みんな頑張って。皆さんの力になれるよう精進を続けます。ディアンのおかげかもしれませんね。敵です、気をつけて。わかりました。頑張ろうな。大丈夫、どうだディアン、やっちゃおう。覚悟しなさい。いかないぞ。これを受けて平気でいられる。この敵隙だらけです。だいぶ弱ってるみたいだ。こいつからは大丈夫です。発動するよ。それ。風はオノの友達だ。剣の前から逃げられぬ。この敵隙だらけです。クラウディア、一気に押し上げましょう。さすがね、こいつで。どうだ。私の抜刀は一回じゃ済まないわ。安心した、みんなは俺が守る。ねえ、あの手を下さい。今から見たのかな。ここなら通る。止めてみな。行こう、ライザー。使い方はタオ、サポートは任せて。光よ、力を貸して。力を高めて、これで今だ。これでおしまい。気がするんだ。頼む、うまくいってくれ。よっしゃー、できた。どうだ、炎。せーの、高い高い。リアン、ここは私に任せて。抜刀術極致を。軽い軽い。おっし、俺たちの勝ち。俺強くなったと思うだろ。それ。
うん。サルドニカ地方は学園で習いました。工芸品が有名な地域なんですよ。手早く解決いたしましょう。これで大丈夫ですか？どうしたの？サルドニカで買ったの？これ？ううん、これね、クリフォードさんが送ってきたんだよ。え、クリフォードさんって、あのクリフォードさん？そうだよ、探検で見つけたんだって。時々こうして送ってくるんだ。そうなの？何の理由があって送ってくるんだろう。私も本当のところはわからないんだけど、売ってお金に換えづらいようなものが多いんだ。だからもしかしたら手に入れたけど扱いに困ってるものを私に送ってきてるんじゃないかな。でもそれだったらなんでクラウディアなんだろう。そう、多分一番送りやすいからかな。ほら、私ならあちこちに召喚もあって、クリフォードさんとしても連絡が取りやすいし。確かに他の人じゃそもそも今どこにいるか住んでいるところもわからない人たちもいるしね。あと立場的に私が一番そういうことに詳しいところにいるからかも。どういうこと？クリフォードさんって手に入れてしまったお宝にはあまり興味がないって感じだったじゃない。かといって捨てるのも。ってことで私に押し付けてきてるのかもしれないってことだよ。なるほどね、それが可能性としては一番高そうだね。とは言っても私もお金に換えづらかったり、欲しい人がいなかったりするものは扱いに困るんだ。あ、そうだ、せっかくだからこれライザにあげるね。私にはうまく扱えなくてもライザならきっと別の役立て方があると思うから。そうかな。じゃあ遠慮なくもらうことにするね。ありがとう。ガラスや石のぶつかる音がすごいな。それだけ職人が多いってことか。いらっしゃいませ。今あるの、今後ともよ。いらっしゃい。お、
手に入ったよ。偽のものぞ。これでいい、いい取引だったよ。これでいい、いい取引、これでいい、いい取引。これでいい、いい取引。これでいい取引。これでいい、いい取引。これでいい、いい取引だった。これでいい、いい取引。これで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 いい取引だった。これでいい取引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 だった。お、また。これと取引成立。交換する。取引成立。またいつで。集めておこう。集めちゃいましょうね。あれはフェデリーカ？何してるんだろう。フェデリーカ、どうしたの？ああ、ライザさん、よかったです。ここがどこなのかわからなくなってしまいまして。え？なんて？その道に迷ってしまったんです。それって迷子ってこと？だってフェデリーカってここで生活してるわけでしょ。どうしてそんなことに？それは地図をなくしたからです。地図？まさかサルドニカの地図ってこと？はい、私は昔からよく道に迷うんです。なので常に地図を持ち歩くようにしていたんですが。その地図をなくしたから場所が分からなくなったってことね。あ、私分かったかも。フェデリーカ、ひょっとしてずっと地図ばかり見て歩いてなかった？はい。普段地図に頼ってて周りの景色とか何も見てないせいでますます方向音痴になっちゃったってことじゃない？そうかもしれません。そっか。私はこれを機に周りをもっと見て歩くようにするのをおすすめするかな。はい、そうします。地図さえあれば問題ないので
新しく地図を作るために周りを見て歩いてみます。ことを言いたかったわけじゃないんだけどな。フェデリーカってしっかりしてそうで意外と抜けてるところがある気がする。こんにちは、アンナさん。あ、こんにちは、ライザさん。やけに嬉しそうだね。今の人は？よくぞ聞いてくれました。さっきの人は、あのサビーヌさんです。サビーヌ？誰？外の人は知らないですよね。サルドニカですごく有名で人気のガラス職人なんです。私のお気に入りの作品を作っていてすっごいファンで。そういえば工芸が好きでこの町に来たって言ってたっけ。はい、それでサインをおねだりしたら心よく受けてくれて、これぞ約束。受付の仕事しててよかったです。それでご機嫌だったってわけね。よかったじゃん。お二人ともずいぶん盛り上がっていますね。何のお話をされていたんでしょう。あ、組合長代理、そのアンナさんがサビーノさんのサインをもらえたって話よね。なんかすごい人気の職人なんだって。そういう公私混同は感心できませんね。でもそうは言っても代理だってサインもらってるでしょ。え、そうなの？違います。サインをもらうのが問題だと言っているのではありません。それに私はちゃんと個人的に展示会に行き、しかるべき手順を踏んでもらっているのです。公私混同ではなく何の問題もありません。私だってたまたまここで出会ったからもらっただけです。他の場所だったらいいんですか？いえ、しかしファンであるならちゃんと正式な手順でないと失礼になるでしょ。私にはどっちも似た者同士に見えるな。よくわかんない世界だけど熱くなれるものがあるのはいいよね。うん。うちの実家にもよくわからん美術品が大量に飾られてるんだよな。モリッツさんはそういうの好きそうだよね。サルドニカの工芸品も売り込んだら買ってくれるでしょうか。
で平気だと思う。ライザなら有効活用してくれるよね。だからあの街灯の見た目は突飛すぎると言ってるんだ。重要なのは調和です。たとえ保守的な見た目であっても調和が取れていなければ意味がありません。そういう意味ではどちらの案もそのまま一方的に受け入れるのは難しいように思います。わかった、もう一度考えてみようじゃないか。今のアルベルタさんたちだよね。はい、そうです。仕事の話をしていました。サルドニカに戻ってきたのならいる間だけでも少し相談に乗ってもらいたいと言われまして。それは私なら気がめいる話だな。サルドニカを旅立つ時に町のことに関しては両派が協力しようと動き始めましたが、現実問題としてはそうそうすぐに全てがうまく回り出すということもないようですね。フェデリーカの仕事って具体的にどんなものがあるの？そうですね、両派閥の折衝は前提として交渉たちから上がってくる意見要望の対応、それから町の運営に関わる予算や交易商業の管理、その他様々な意思決定などでしょうか。とは言ってもそこまで権力があるわけではなく、サインをしたり応援したりするだけですけども。そんなことをこの年からやってるなんて。クラウディアもそうだけどみんなすごいな。どんな素材も無駄にならないからね。色がついてる水、この水はあんまり飲まない方が良さそうだな。いいもの手に入るかな。とりゃー、さあさあ集めちゃいましょうね。ライザなら有効活用してくれるよね。
ているの。お、敵だ。さっさと倒そう。ライザネ、頼んでいいか。これをしゃっ、ビルをあげるよ。離れないで。これでだ。おりゃ、風、今日も頼むぞ。よっしゃ、これ今ならこいつ弱っちいぞ。やるじゃねえか、リア。分かったパディ、これに任せろ。そこよ、即攻撃。よし、こっちのは倒した。ディアン君もすごいですね。よいしょ、狙って。はあ、これで仕留める。風はオノの友達だ。よっしゃ、今ならこいつ弱っちいぞ。ディアン、無理しちゃダメよ。頼むパティ、お願いしていいか。おっし、俺たちの勝ち。それあ、発見。どんな素材も無駄にならないからね。手伝ってやろうぜ。みんな、敵よ。リアン君、一緒に頑張れ。そこよ、そこよ。ライズさん、やってやろう、クラディア。そこよ。風はオノの友達だ。よっしゃ、今ならこいつ弱っちいぞ。すごいよ、ディアン君。ライザネ、頼んでいいか。ガンガンやるぞ。よっしゃ、今ならこいつ弱っちいぞ。やるじゃねえか、リアン。こいつでどうだ。私の罰は一回で済まないわ。回転特攻貫け。今なら鍵が作れるかも。おっし、俺たちの勝ち。まだまだ強くなれそうね。強くなっちゃったみたい。強くなれたみたいだ。ま、この程度余裕よ。お、敵だ。さっさと倒そう。さあ、サポートは任せて。いいとこやね。行きます。行かないぞ。頼むパティ、お願いしていいか。剣に炎を無事好きだらけの彼で仕留める。一気に畳みかけましょう。パティが一緒だと安心するよ。風は斧の友達だ。あの、分かったパティ、鍵を使用で任せろ。そこの、めちゃいなさい。あの、今なら鍵を作れるんじゃないですか。中心が空いてる、やれないんだから。問題はありませんでしたね。うまくやれた気がします。脅威ではありませんね。ライザネ、ね、頼んでいいか。クラウディア、どうだ。一つやっつけよう。覚悟する際に寝ちゃいなさい。よっ、これだ。風、今日も頼むぞ。よっしゃ、これ今ならこいつ弱っちいぞ。すごいよ、ディアン君。わかった、パティ。敵をかけなさい。連続攻撃を受ける。一匹やっつけた。これでいいね。報告に行こうか。みんな、敵よ。止める。
今日も頼むぞ。とっておきの必殺技だ。今なら鍵を作れるんじゃないですか。問題はありませんでしたね。問題ない。とりあえず集めておくか。これも使えるのか。集めておこう。せーの。珍しい鉱石があるっていうなら武器の素材にもなったりしないか。どうでしょう、あまり武器職人は多くないので。見つけた。私の方で作れそうなら作ってあげよう。やっぱりここか。すごく滝が入り組んでるんだね。なんか面白い地形だな。どうだ。石は様々な用途に使えます。集めておきましょう。石はかさばるし重たいんだよな。こういうのは俺に任せてくれ。何が手に入ったんだ。お、敵だ。さっさと倒そう。
行こう、ライザー。サポートが大事だね。頼んでいいか。これでか。よっ。よっしゃー。剣の前から逃げられる。ディアン、無理しちゃダメよ。ライザーね、頼んでいいか。いけー。今なら鍵が作れるかも。スドンといっぱい。いけー。おっし、俺たちの勝ち。問題ありませんね。それ。えい。そこ。見つけた。工芸品を鑑賞してると、私もいろいろ刺激を受けるよ。別のジャンルに触れてみるのは面白いかもね。ふむふむ。今度絵画とかも見てみようかな。どこに行くの？ライザ、今回は諦めるか。どんな素材も無駄にならないからね。ねえパティ、それって採取の手伝いをしてくれてたりする？違います、自分用ですね。自分用？はい、実は私オートで聖火を美しく飾る手法というのを学んでいるんです。貴族のたしなみとして覚えておけとお父様に言われまして。生け花ってことね。パティそんなことまでしてたんだ。私も最初はそういったものに全く興味がなくて、学ぶのもあまり乗り気じゃなかったんです。でも日々学んでいるうちに、今でも
気持ちとしてはそれほど変わっていないと思っていたんですが、気づいたら花を摘んでいたんです。体に染みついてしまったということかしら。はい、私も自覚していなかったんですが、いつの間にか興味を持つようになっていたのかもしれないです。何より行動が習慣化していたのが自分でも驚きです。そういう話だったら、私も錬金術を始めてみたら、周りの目につくものは全部素材に見えるようになったな。なんなら何かできるかもと思って試しに調合してみるなんてことも日常茶飯事だよ。これも習慣化だったのか。気づいてなかったな。調合はもう少し気をつけるべきではないですか。爆発でもしたら大変だと思いますし。ごもっとも。わかった、気をつけるよ。この辺りはフォーレより海が身近な場所だな。島ばっかりだからね。今度泳ぎに行ってみる？島で暮らすと当然船に乗る機会もあるが、実は俺酔うんだよな。オート行きはどうしてたんですか？結構な距離ありますよね。当然気合で耐えた。それ以外方法がないからな。どこ行くんだ？少しのんびりでき。すげえ田舎ばっか旅してたせいかな。風剣島はまだマシに見えるぜ。なるほど。風剣島に来ると、ただいまって言いたくなっちゃうんだ。なんですか、これは。え？見ての通り野菜だけど。それはわかりますよ。なんでここに積んであるのか聞いているんです。しかもこんなにたくさん。これね、近所からのもらい物なんだよ。今日はちょっと多いかな。誰からだろう。誰からかわからないものが家の前に突然積まれているってなんだか怖いんですが。まあ改めてそう言われるとそうかもしれん。否定はできないな。でもここじゃこれが普通だよ。
生ものは放っといたら悪くなるからな。腐らせるくらいならみんなに食べてもらおうってことだ。オートではとても考えられないですね。ありえませんよ。サルドニカもオートと比べればそこまで都会ではないですが、同じく考えづらいですね。第一、オートでは隣の家に誰が住んでいるかもわからないくらいですよ。近所の方から何かをいただくというだけでもとても珍しいことです。なんか話を聞けば聞くほど、オートって人はいっぱいいるのに全然いない印象を受けるんだよな。この島の方が人と接する機会が多い気がするよ。その点については俺も同感だな。それは多分オートの皆さんが他の方々に無関心なのではないでしょうか。それ以前にいろいろと忙しすぎて隣の人間に構っていられるほど余裕がないようにも思えたかな。まあ私にはあまりよくわかんないけどさ、都会と田舎どっちもいいとこも悪いとこもあるんだろうけど、私はこっちの方がいいかな。いつまでや。体調も万全です。ここでいいの？空剣島が田舎なら俺の里はどうなっちまうんだ。あの軍刀はいつになったら動いてくれるんですかね。寮にも影響が出てきたって仲間たちも嘆いてますよ。言いたいことはわかるが、我々もやれることはやっている。もう少し耐えてくれ。こっちもいろいろ調べてるんだ。騒がれるとその分解決が遅くなる。まあブルネンさんに言うのはお門違いだってのはこっちもわかってますよ。でもな。パティちゃん、こんなとこでどうしたの？ボースに用事？それなら直接話しに行けば。いえ、別に用事があるわけじゃないんです。ボースさんが有力者の家の出身だっていうのはタオさんからも聞いていましたが、いざこうして目の当たりにすると本当にそうだったんだなと思って。まあね、オートなんかじゃあまりそういう素振り見せてなかったから私も忘れがちだったけど、早く家を継げるようにってモリッツさんからいろいろ言われてるみたいだね。私も一人娘なので似たようなものですよ。家のことに関してお父様からいろいろ言われます。それこそ婿養子を取れとかそういう話も。え、そうなの？婿養子ってまさか結婚するの？いえ、可能性としてそういう話をされただけですよ。一応うちも貴族の家なので将来の話として。それってパティはどうしたの？正直わからないです。まだそこまで自分の将来のことは考えてなかったので。ただ貴族の一人娘という立場は変わらないので、そういう現実があるのも分かってはいました。放っとくわけにはいかない問題だね。はい。でもどうしたらいいのかはさっぱりです。こればっかりは私じゃ本当に何の役にも立たないから、誰かにそれとなく相談してみるといいかもね。あの人少し気になりますね。
これで平気だと思うんだけど。どうにかできたな。島で暮らすと当然船に乗る機会もあるが、実は俺酔うんだよな。オート行きはどうしてたんですか？結構な距離ありますよね。当然気合で耐えた。それ以外方法がないからな。王都の恐ろしい物価を経験しちまうと、空剣島が天国に思えてくるな。集めておこう。してるんだろう。レント、どうしたの？ああ、ライザ、いや、ちょっとおじさんの話を聞いてたところでさ。どちら様でしたっけ？パン屋のおじさんだよ。空剣港の近くに店を出してる。ライザ、知らなかったっけか？言われてみれば、あったあった。ほとんど行ったことないから忘れてた。そうか、あまり人気がないから覚えてもらえないのは仕方がないね。ううん、そうじゃなくて、うちは港から離れてるし、パンを買う機会もあまりないから。俺はさ、逆にガキの頃から割と世話になってたんだ。そうなんだ。ほら、うち金なかったからさ、自分で食べ物を調達しないと、その日食べるものすらない日もあったんだけど、周りの人たちが毎日代わる代わる食べ物をくれたりして、おじさんもパンの耳とか切れ端とかをくれてさ、マジで助かったんだぜ。いやいや、ただの余り物さ。そんな大層な話じゃないよ。照れくさいな。それにここは貧しい村だからね。みんな持ちつ持たれつで協力してやってるのさ。そうだったんだ。知らなかったな。それで話っていうのは？実は緊急で村の外の行商人宛てにパンを大量に納品しなきゃならない事態になってしまってね。それはいいんだが、肝心の材料の小麦粉が切れてしまったんだ。品質のいい小麦粉が必要なんだが。そうだ、ライザならどうにかならねえか？俺もなんとかおじさんを助けてやりて。わかった、レントもお世話になってるって言うなら、私も協力するよ。本当かい？ありがたい。助かるよ。もちろん、お礼は出すからさ。助かるぜ、ライザー。それじゃあ、小麦粉が揃ったらおじさんに渡してやってくれよ。ぜひ、
お願いするよ。で知ったる空剣刀も大人になって見返すと発見もあるよね。物理的に新しい島も発見したしな。それもそうだ。どんな素材も無駄にならないからね。どうしたの？大丈夫？具合でも悪くなったのかい？いえ、そういうわけじゃないです。ちょっと市場を覗いていたんですが、ここで売っているものの価格があまりに安すぎてめまいがしたというか。安すぎる？そうか？いつもこれくらいだよな。オートと比べてですよ。タオさんから聞いていたので話としては知っていましたが、実際に見るとなかなか信じがたい光景で、どうしたらいいのか一瞬わからなくなってしまいました。もう大げさだな、パティは。だってどうしてこんな金額でやっていけるんですか？これではあっという間に首が回らなくなりますよ。そうかな、金額が大きければいいってものじゃないと思うけど。実際これでずっと普通にやれてるしな。物は全然ないけど、それは別の話だろうし。僕から見れば村の価格が安いんじゃなくて、オートの価格が高すぎるように思えるけどね。なんならお金自体使わない物々交換ってのもあるよ。はぁ、場所が変わるだけでこんなにも生活感覚が違うなんて今まで考えたこともありませんでした。もう本当に大げさだな、パティは。さあさあ集めちゃいましょうね。おはよう。朝から元気だね。今あるのはこんな感じかな。今後ともよろしく。アガーテ姉さん、何の話してるの？楽しそうだけど。ライザか、別に楽しい話じゃないぞ。もうレントにはかなわんと言っていただけだ。え、どういうこと？私は村の守り手として剣術に勤しんでいたが、気づけば剣術はレントの方が上になっていた。最近新たに村にやってきた他のライザの仲間たちも皆弱そうには見えないし、なんならあのいじめられっ子だったタオでさえも今や私より強いように思える。そういう話をしていただけだ。それはさすがにどうなのかな。
さ、俺もそれは謙遜だろって言ってたところさ。俺アガーテ姉さんには今でも頭が上がらねえ。そうだよ、アガーテ姉さんに対しては私も無意識のうちに恐れてるところがあるもん。それはお前たちがしょっちゅう悪さして私に怒られてばかりいたからだろう。ひっ、わっ、ビビった。お前たち危険な魔物を相手にしたりしてるのに本当に私を恐れているのか。マジで体の隅々まで刷り込まれてるのかもしれねえ。俺魔物より怖いって思っちまった。まったく、そこまで恐れられるとそれはそれで私も傷つくぞ。いいものが手に入ったよ。店のもの、これでいい。いい取引だ。これでいい。いい取引。これで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 いい取引だと。これでいい取引。これでいい取引だ。これでいい取引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 だったよ。了解。これと交換。取引成立。いい取引だ。買うでも売る。よかった、晴れてくれたね。
俺たちの力が必要なんじゃないか。私たちでやってみよう。大物釣れるかな。すぐ釣れるといいけど。大物釣れるかな。大物釣れるかな。様々な用途に使えます。集めておきましょう。大物釣れるかな。どうだ。ライザなら有効活用してくれるよね。これでいいかな。ずいぶんと近い。これも使えるのか。すぐ釣れるといいけど。大物釣れるかな。どこに行くの。行きますか。ここでいいの。小妖精というが実際魔物なんだよな。紛らわしい名前の付け方だ。えい。とりあえず集めておくか。どんな素材も無駄にならないからね。見つけた。これも使えるのか。どうだ。ライザなら有効活用してくれるよね。ですか。あ、そう、これだよ。
ちょうど気になってたことがあってね。確かこの本に載ってたはずと思ってたんだ。雑学以外にもいろんな事柄が幅広く載ってる本でね、すごく便利なんだよ。でもよく僕の探してる本が分かったね。タオさんがこの本を開いているのをよく見ていたので、おそらくそうじゃないかと思って。そうか、助かったよ、ありがとう。いえ、そんな大したことはしてません。あんたたち見せつけてくれるね。何のこと？パティも大変だね。いえ、もう慣れっこです。どれにしようかな。入れる場所は、こん、よし、いけ。何作ろうかな。どれにしようかな。マテリアル感解放。どれにしよう。よし、いけ。何作ろうかな。どう強くしよう。必要なのは、たくさん作っとこうかな。よし、いけ。必要、うん、これだけあれば十分かな。小麦粉をおじさんに届けよう。どこに行くのさ。なるほど。空剣島が田舎なら俺の里はどうなっちまうんだ。これで大丈夫ですか。これで大丈夫。おお、ありがとう。これでなんとかなるよ。これはお礼だよ。あまり多くなくて申し訳ないが。おじさん、よかったな。ライザも本当にありがとな。ずっと世話になってたパン屋だからさ。役に立てたなら私もよかったよ。それにしても、ガキの頃はひたすら世話になってただけだけど、やっと恩返しができた気がするぜ。まあ、実際にやってくれたのはライザだけどさ。いやいや、それだってベントが口利きしてくれたおかげだよ。そうだよ、私も含めて子供の頃だったらきっとこうはできなかったよ。そうか、それならよかったぜ。俺も少しは大人になれたってことかな。島の生活は持ちつ持たれつだし、私もちょっとは輪に入れたのかな。
サルドニカは100周年ですが、空剣島はもっと長いのですか？どこか行くのか？ここでいいの？王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天国に思えてくるな。すぐ釣れるといいけど。すぐ釣れるといいけど。どこに行こうかな。近くじゃないですか。すげえ田舎ばっか旅してたせいかな。空剣島はまだマシに見えるぜ。大物釣れるかな。大物釣れるかな。どちらへ向かい。今回は無理だな。学園で学びはしたが、想像以上に偏僻な場所だな。いや、空剣島もそうだ。これも再利用よね。よし、行け。これなら十分ね。必要なのは、これも再利用よね。
最終確認。よし、行け。これなら十分ね。必要なのは、どのくらい作ろうかな。よし、完璧完璧。必要な、これくらいよ。疲れが取れました。助けてあげられないでしょうか。終わるはず。すぐ釣れるといいけど。大物釣れるかな。どうですかな。我らにかかればこの程度は軽いもの。うん、質も問題ない。この量の収穫は助かる。これで来月の出荷分は動かせよう。そうやって金目当てに里の外に持ち出すから里で動かす分が足りなくなってんだろ。光の種の不作はここ数十年の慢性的な状況だ。里での不足と交易との直接的な関係はない。不作ならなおさらよそに持ち出させるなよ。だいたい作物でもない廃墟あさりの何が不作だ。余計なことを言うな、ディアン。ともかく報酬は出す。余計なことってまたそれかよ。また持ち帰れば正当な報酬を出そう。その時はよろしく頼むぞ。はあ、いつもこうだ。俺は間違ったことを言ってるのか。ディアン、悪い、変なとこ見せたな。拠点に戻るんだよな、ライザネ。話すことがあるんだろ。ああ、うん。いろいろ話さなきゃいけないね。一度拠点に戻ろう。これで大丈夫ですか。
集めておこう。とりゃ。今からやろうとしてることを説明するには、まず旅の目的から話す必要があるんだ。ディアン、ちょっと長くなると思うんだけど、聞いてくれる？もちろんだ。むしろずっと気になってたぜ。俺たちの世界だけじゃなく、丸ごと別の世界まである。全部本当の本当だよ。それに私たちだってほんの一部を知ってるだけ。信じられないくらい広いんだよ、全ての世界が。異界については分かったが、そこにつながる門を探すのがお前たちの目的か？正確にはアンペルさんとリラさんの目的だね。私たちは竜の風跡について調べてるの。聞いたことないな。風、竜の嵐と関係するものか？かもしれない。アンペルさんたちは異界の門と竜が関係していると掴んでこの地にやってきた。ライザさんたちは島に刻まれた晩鐘の大典に関係する竜の風跡の手がかりを求めてやってきた。そういうことで合ってますか？うん、間違いないよ。そして二つの謎の答えはきっと遺跡の奥に隠されてる。だからディアンにお願いがあるの。どうしても私たちは遺跡の奥を調べたい。そのために千里眼を止めて中に入る必要がある。何？だからディアンにはこのことを黙っててもらいたいの。お願い。いいぜ。俺は賢者様にもデアドラにも報告しないって約束する。ただし条件がある。俺もその異界って場所に連れてってくれ。え、それは私たちは全然構わないけど。種拾いの戦士なんだよね。お仕事はいいの？それにデアドラさんって確か親代わりっていいんですか？知るかよ。俺の人生は俺が決めんだ。はあ、いつもこうだ。俺は間違ったことを言ってるのか？俺の人生は俺が決めるか。ディアンの気持ちは分かったよ。でもまだ門があるかどうかすらわからないんだ。遺跡の調査が一段落するまでは一緒に行動する。それから先は改めて考えるでもいいかな。まあそれならわかったけど、遺跡の千里眼はどうするんだ？大丈夫、それについては考えがあるんだ。機能を邪魔する道具を作ろうかなって。すげえ、そんなものが作れるのか。うまくいくかはわからないけどね。早速作ってみるよ。
何作ろうかな。入れる場所は何作ろうかな。入れる場所は何入れようかな。レベルアップ。どこに入れよう。材料は入れる場所は材料はどこに入れよう。何入れようかな。入れる場所は レベルアップ。鍵の出番ね。考えすぎかな。入れる場所は何入れようかな。入れる場所は鍵の出番ね。鍵の力期待してるよ。どこに入れよう。何入れようかな。材料は装置の機能を邪魔するための鈴だよ。うまくいけば止められるかも。ライザさんの情報にはいつも驚かされっぱなしですね。すぐにでも試しに行くか。いや、ちょっと待って。ねえディアン、アンペルさんと話すだけでもできないかな。ああそうだな、無事だけでも確認して方針を話した方がいいかもな。正面から行くと怪しまれるだろうからこっそりだな。それに見つかりにくい夜がいい。本当に会話だけでいいなら俺が手引きできると思う。分かった、それで行こう。よし、夜になったら源者屋敷の裏に集まろう。なるべく目立たないようにな。
いつまで休む。今はちょっと厳しいかな。よし、準備万端。